皆さんこんにちは、エルザです。今回はジョブ以前に聞いた各ルールの極意エリア編について解説をしていきたいと思います。こちらの動画は以前ライブ配信で行った肥満のチャンネルさんとの会話から内容をまとめたものとなります。要点をねまとめた内容としておりますので、その他の話を聞きたいっていう方は過去のライブを見ていただけるといいのかなと思います。それでは最初はいつも通り普通のプレイした動画を流しますので、解説が気になる人は概要欄から飛んでいってください。それではスタートです。はい、では早速やっていきましょう。ガチエリアですね。マサバです。先制的にそうだね、ハイドラがいるから突破が難しそうだね。ジムもいるしケルビンもいるしちょっと厄介そう。こっちはもうあれだろうね、フィンセントに頑張ってもらう感じだろうな。あ、初動から1キル取りに行きたいけど、あ、ナイス味方。やっぱハイドラ右来るよね。それ取り切りたいけど逃げられたか。これどうしよっかな。詰められてますね。おい、でちょっと時間かかっちゃった。ジムか、これどうかな。やばいねだいぶやばいね。まあ、左取られてるっていうか正面取られてんだよな。とりあえず左、とりあえず左は取り切って、よしよしよし、ナイス。左取り続けててよかったね。ハイドラが右ずっといたらちょっと難しかったかもね。あ、ナイス味方。これもう押し込みたいね。ハイドラの音がする。ドゥルルいってる、ドゥルルル。当たんない？当たらんかー。置いといて、ハイドラがね、やっぱ厄介だね。ナイス玉も2つあるしね。これカウント逆転したいけど、いけるか？でもキル取った方がいいよな、これもうキルだよな。うん、取った。あー無理かー。まあまあまあ、こっから。やばいやばいやばい。逃げれる逃げれないね。まあ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 、いやー、どうにかしてカウント取りたいけどな。ナイス。よし、ここ取っといて、でここからやね。危なかったねー今のねー。こっから届けた方がいいよな、攻撃はね。ナイスリード。どこ隠れてる？右が1枚で正面、左の底の箱いるのか。よし、これ取れるあれはね、取らないとね。あ、取りつつ、ナイス玉単体だったらそうでもないね。ナイスナイス。いやー、序盤取られたから怖かったけど、よかったよかった。はい、ということで、まあ、この試合はこれで終わりなんでね、解説の方に行きたいと思います。それでは本題に入っていきたいと思います。今回のテーマは、上位勢に聞いた各ルールの極意エリア編ということで、エリアについてまとめていきたいと思います。まず、今回極意として挙げられたのはこの3つです。振りをしながらデスを抑える。後衛を倒す。抑えはなるべく前に出る。の3つですね。では、1つずつ見ていきましょう。まず1つ目。まあ、弓として塗りが辛いっていうのはありますが、エリアというルールである以上、塗りの意識っていうのはとても大事とのことでした。
特に塗りをする際は相手に位置がバレたり視界やインクの管理的に隙があるのでデスを抑えるということが非常に大事とのことです。ただこの塗りをするという点ですが後方から塗るというのではなく前に出て塗る行動が大事ということでした。これは塗るだけではなくしっかり相手の動きを制御しながら行動するためのようですね。ただ前に出るリスクはあるから後方から塗りでもいいんじゃないかとなりますが前に出るっていう要素が非常に大事なようです。後方で塗った場合で考えていきますが相手の前衛や後衛が射程的にエリアに関与しやすくなるため塗りの行動の効果があまり強くないというか弱くなってしまうらしいんですよね。でトラストは多少塗りはできるんですがシューターには勝てないっていうのがありますからね。塗りをする場所もかなり大事だと思います。そのためいつもよりポジションが前になるのでデスも抑える意識をしっかりしましょうというのが今回のポイントのようです。後衛を倒すと言っていますがこれは相手のキルを取り続けるというわけではなく圧をかけるのが大事とのことです。もちろんキルを取ることが大事ですが何よりも理想なポイントに攻撃を仕掛け続けることが大事ということでした。これは指の強みでもある曲射とかを最大限活かすものなのかなと思いますね。また後衛を意識する理由ですがエリアは特に敵全体を抑え込む必要があるため後衛まで倒す必要があるそうです。確かに前衛だけだった場合エリアの確保ができても相手の後衛から打開につながることってよくあるんですよね。しかも残ったのがリッターとかになると1キル取られるだけでこちらの状況が悪化する可能性があるのも考えものです。まあ、こういった後衛から行われる打開を考えた時にリスクを減らす上では後衛を倒すということが大事なようでした。それでは最後です抑えについてでしたね。こちらに関してなんですがまあ見出しとちょっと意味合いが違ってまして前に出るという表現をしているんですが具体的には前の強ポジを取りに行くということらしいです。ここだいぶ意味が違ってきますね。で例えの話で出たのがゴンズイ地区の敵陣の端の部分ですね。あの場所取ると後衛って動き自体がかなり強くなるんですよね。ハイドラであったりとか、まあ、もちろんリッター弓も同じです。あの場所を取るってかなり大事ですね。そんな感じで各エリアの強い場所を抑えに行くのが大事なようです。強ポジに関しては敵の後衛ポジションになります。より具体的に言えば自陣の後衛高台と同じ場所ですね。このポジションを取るために前に出て行って抑えの行動をするための移動をするのが大事ということでした。抑えの基本はポジションと言ってもいいかもですね。結構前に出るってしんどい行動ではありますからね。ただ前に出るも詳しく聞いていくと前に出すぎてはダメなマップもあるということでした。例として挙げられたのはコンブトラックですね。中央で相手を抑えれるマップは逆に出すぎない方がいいっていうのがありました。中央よりも前に出ると敵の射程に入り込むのがデスにつながる原因となるかららしいです。しかも左右の敵が移動する場所を管理できなくなりさらにエリアの関与も弱くなるということでした。しかも中央からの射程も調べると意外と攻撃が届くのでこの辺りはマップの研究による精度が出やすいのかなと思いましたね。ということで今回のエリアの極意は以上となります。中身としては基本の部分だったのが驚きでしたね。ただ細かく聞いていると塗りをするときにしっかり前に出て効率を上げていたり前に出るっていう言葉が多かったので意識はすごく高かったなと思いますね。もしさらに細かい話を聞きたいという方に関しては概要欄にこのライブ配信の動画を残してありますので見に行ってみてください。ということでご視聴ありがとうございました。まだまだスプラの動画やその他のゲームを随時投稿していきますので応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。